ノートパソコンスタイルから、テントスタイル、さらには、タブレットスタイルにもなります。さらに、専用ペン付きでお絵かきも可能です。はい。ということで皆さん、こんにちは。トン吉でございます。本日の動画はこちらでございます。じゃじゃーんと、レノボから出ている、ヨガ770、14インチの2 in 1パソコンですね。こちらをメーカーさんの方からお借りすることができましたので、実際にね、使ってみてどんな感じなのかとか、あと、少し簡単なベンチマークなんかを取った結果についてお話しできればというふうに思います。今回こちらのパソコン、ライゼンの6000シリーズっていうね、モバイルプロセッサーが搭載されてるんですけど、かなり性能が飛躍的に向上したということで、僕の方からお願いしてこちらの機種をお借りしております。ちょっとね、いろいろ動画編集とかも含めて使ってみた感想をお話しできればというところでございます。ということで本日の動画、行ってみましょう。まず最初に、このヨガ770ですね。今手元にあるこのパソコンのスペック簡単にご紹介したいなと思います。搭載 CPU はライゼンの 6800U ですね。ライゼン7 6800U が搭載されています。グラボは内蔵 GPU が搭載されていて、これがね、結構良さげで、 AMD ラディオン 680M っていうのが搭載されています。いわゆる VRAM ですね。 GPU が持ってるメモリーは専用が 2GB、そしてメモリーと共用という形で 8GB 弱のメモリーが使えるようです。トータルね、 9GB ぐらいかな、 9GB ぐらいのメモリーが使えるようになっているようです。メモリーは DDR5 の 16GB が搭載されています。こちらのメモリーはオンボードになっているので、途中で交換とかね、増設とかできなくなってます。メモリーがたくさん必要な方は購入時に多めのメモリーを選択する必要があります。ちなみに最大メモリーは 32GB になってます。ディスプレイとかについては後ほど触れますけど、UKL が搭載されてたりとか、あとスピーカー関係ですね、ドルビーアトモスのスピーカーが付いてたりというのがこちらの機種の主な仕様になります。はい。で、続きまして、こちらの価格ですね。動画を撮影している12月の23日時点で、直販モデルだったり、カスタマイズモデルっていうのもあるんですけど、一番下のグレードで16万円ちょっとから購入することが可能になっています。直販モデルの一番上だと20万円弱っていう、そういう価格設定がされているモデルになります。はい。では早速ですけど、内容物についてご紹介したいと思います。まずパソコン本体ですね。ヨガのロゴが入っている、こんな感じの本体になってます。ここもレノボロゴが入ってますね。で、さらに、はい、こちら 65W 見えますかね。ちょっとテープ付きですけど、 65W の USB-C の充電器が付属しています。こちらは電源アダプターとケーブルの一体型になっているので、ちょっとね、持ち運びの時邪魔になるかもしれません。で、さらにプラグも折りたためない形状のものになっている、そんな感じでございます。そしてレノボのスタイラスペンですね。で、さらにこのスタイラスペンを固定するための、こう、付属のアダプターというのが付いています。これは、後ほどインターフェース紹介しますけど、USB-A のポートにこう突き刺す形で、こんな形でですね、パソコンと一緒に持ち運ぶことができるようになっております。そして紙類ですね、説明書だったり、リサイクルシールの依頼表とか、サポート関係の紙が入っております。はい。そしたらね、本体の外観なども見ていきたいと思います。天板はヨゴロゴとレノボのロゴが入っているだけのシンプルなデザインになってます。こちらの本体の色はストーンブルーという色になっていて、まあ、全体的にグレー系の色になっているので、個人ユースでもビジネスユースでも、まあ、使うことはできるんじゃないかなという、そんな印象でございます。こちらのパソコンの材質なんですけど、ラウンドエッジアルミというのが採用されていて、まあ、これね、見てもらうとわかるように、まあ、若干ですね、サイドのところが丸みを帯びた構造になってます。こちらが以前紹介した ThinkBook 14 Generation 3なんですけど、これなんかはね、もう明らかにこう角張った感じのデザインになっているんですけど、これと比べるとかなりですね、まあ、丸いっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。両方並べるとこんな感じですね。で、実際ね、手に持った時もこのラウンドエッジ型の方がこうね、手の当たった感じが非常にソフトで持ちやすいと思います。カバンに入れたりするときもこちらの方が収納したりするのは楽ちんかなという、そんな印象です。この本体の大きさは横幅が32センチ、奥行きが22センチぐらいの大きさになっています。 A4 の紙と並べるとこんな感じですね。 A4 よりも少し大きいようなサイズ感になってます。そして本体はですね、まあ、このパソコンの特徴でもあります通り、こんな感じでノートパソコンスタイルで利用することもできれば、こんな感じでぐるっと回転させて
まあ、いわゆるテントスタイルですね。はい。こんな感じのテントスタイルで使用することもできます。で、さらに、もうちょっと折り返しても完全にペターンとしてしまって、タブレットスタイルとして使うことも可能になってます。まあ、いろんなね、スタイルで利用することができるというのがこの機種の特徴になってます。すべてね、このヒンジ部分で360度回転ができるようにというような構造になっております。ちょっと気になるのは、このヒンジだと思うんですけど、割と豪体もあってしっかりしてるかなというそんな印象です。少しね、回転することで、このヒンジ部分、外側にね、こういう風に出るんですけど、ちゃんと折りたためば、出っ張ったりすることもなくて、しっかり収まるので、まあ、収納もいいのかなというそんな感じでございます。続きまして背面ですね。背面はこんな感じのデザインになっています。滑り止めは大きく、ヒンジ側のところに長いのが1本、そしてパームレスト側に短いのが2本ついてます。で、これね、滑り止めなんですけど、結構緩いです。この机の材質によっては簡単に動いてしまうので、滑り止めはちょっとね、傾斜があるところでは気をつけなきゃいけないかなというそんな印象を受けてます。ちなみにこちら、この背面の通気口、これが吸気口になっていて、ここで吸った空気をヒンジの排熱口のところから吐き出すような排熱の気口になっています。ちょっと気になるのはね、こう開いた時に、ここから暖かい空気が出て、モニターに排熱が直撃するので、モニター大丈夫かなって、ちょっとね、気になるところではありますね。でもまあ、使った感じ大丈夫そうかなという、そんな感じです。では次、接続端子についてですね。本体向かって右側側面になりますが、はい、右側側面こんな感じになってます。右の方から行くと、電源ボタン、そして USB の 3.2 Gen 1ですね。USB の Type A 形式、あとイヤホンジャックが搭載されています。反対側、左側側面に行くと、こちらからマイクロ SD スロット、さらに USB-C が2ポートですね。両方とも DP 対応、ディスプレイポート対応と PD 対応している端子になります。こちら側が USB 3.2 の Gen 2なんですけど、こちら側は USB 4に、USB 4に対応しているので、まあ、こちらの方がね、より高速な通信ができるというようにはなっています。微妙にね、端子によって転送速度が変わるよというそんな感じです。でさらに HDMI の端子が1ポートという感じになっています。LAN ポートとかはね、薄型なので搭載されていないです。で実際ね、この端子類使ってみたんですけど、このね、マイクロ SD スロット、このラウンドエッジ形状っていうのがちょっと特殊で、こう地べたに置いた状態で SD カードを挿すと、少し差しづらかったりします。あのね、出し入れに少し手間がかかるかなっていう感じです。差し込んだ感じがこんな感じになります。少しだけお尻の部分が出るんですけど、差したままでも持ち運びができないことはないかなっていうそんな感じでございます。ちなみにこちらのマイクロ SD の転送速度を測ってます。手元にあったサンディスクのエクストリームっていう企画のやつで測った結果がこちらです。今回の結果ね、SD カードの、まあ、最大リードライトの速度ぐらいは出ているし、動画データをこう転送したりする時には十分以上の速度が出ているのかなというそんな印象でございました。実用的に使えるかなというそんなところです。はい、そしたら次ディスプレイですね。ディスプレイは、まあ、この機種ね、そうそう片手で一応開けられるんですけど、少しこの力のかけ方によっては底が浮いちゃうかなっていうそんな感じになってます。はい、そして今回のこちらのモニターですね、なんとですね、有機EL ディスプレイでさらに 2.8K の光沢ディスプレイということになってます。おそらく若干反射してるのが分かってもらえるんじゃないかなと思います。画面のリフレッシュレートは最大 90Hz まで対応していて、画面比率は16対10ですね。最近流行りの縦に少しだけ長いディスプレイが搭載されています。これ今最大輝度まで上げたんですけど、最大輝度が400ニットまでいけます。でさらにね、まあ、有機EL ディスプレイということもあって、非常にこう、やった時の視野角っていうのは広いというのが分かっていただけるかなという感じでございます。ちょっと反射が気になるかなっていうのが強いですね。でその反射ですけど、こんな感じで最大輝度にした状態で目の前に物を置いても、まあ、あんまりちょっとわからないかなっていう感じなんですが、ディスプレイを切るとね、まあ、しっかり映っている様子がわかるかなというところです。実際使ってみてると、割とね、自分が映り込んだりするので、長時間の利用は正直疲れやすいかなというそんな印象はあります。ただ、画面は有機EL搭載ということでめちゃめちゃ綺麗です。はい。そしてね、こちらのディスプレイ、なんとタッチパネルに対応しています。結構ね、反応速度も良くて、まあ、搭載されている CPU が最新世代というところもあるのか、結構ね、サクサク
使えるかなという、そんな印象でございます。で、ペンソータとかもこんな感じでできたりします。まあ、このペンはね、後ほどまた改めてお見せしたいと思うんですけど、非常にサクサク動く感じが分かっていただけるんじゃないかなと思います。有機EL プラスタッチパネルっていうだけで、結構ね、魅力的に感じる方も多いんじゃないかなという、そんな印象です。はい。こんな感じでね、拡大縮小もできるし、いいですよね。でこちら 2.8K って非常に高精細なディスプレイがついているんですが、実はね、100% 表現すると非常に細かく映りすぎてしまうので、こちら現在 2.8K でフォントサイズを 150% 表示したのがこちらの表示になります。縦向きだからあれなんですけど、これ横向きにするとね、はい、こんな感じで文字が小さくなってるのがわかるかなと思います。ちなみに 100% 表示にするとこんな感じになります。めちゃめちゃ小さくなりますので、用途に合わせて、まあ、個人的には 150% とか 175% がおすすめかなと思います。200% まですると、ちょっとね、表示領域が狭くなりすぎる印象はあろうかなと思います。動画編集ソフトとか、まあ、非常にこう、項目が多いものを使うときには、解像度を上げて、フォントサイズを下げて使うっていうのがおすすめかなと思います。はい。で、この、画面の色域ですね。まあ、非常に色鮮やかなんですけど、こちら 100% の DCI P3 に対応しています。なので、まあ、映像関係とか写真関係、クリエイティブ作業なんかに使うにはもってこいの液晶かなとは思います。参考になるかわかりませんが、これが要が770のディスプレイ。で、さらにこれが ThinkBook 14ってやつのディスプレイになります。まあ、非光沢、光沢っていうので違いはあるんですけど、かなり目視で見ると、色の綺麗さっていうのは明確に違うかなという、そんな感じでございます。はい、こんな感じで2つ同時に並べると、こっちが要が770。こちらが ThinkBook 14ですね。一応こちらも IPS なんですけど、やっぱりね、色域で言うと、こちらがかなり色鮮やかで明るいパネルになっているのがわかります。はい。次にこのベゼルについてですね、この映像からわかっていただけるみたいに、かなりね、鏡角縁が採用されています。没入感もかなりしっかりあるという、そんな感じです。このそれぞれのベゼル幅についてなんですけど、左右がだいたい3ミリですね。で、上部、ここのカメラの部分を除くここの部分が7ミリ。で、下の部分が11ミリっていう風になっていて、だいぶですね、没入感のあるディスプレイにはなっています。このカメラ部分はいわゆる逆ノッチ型っていう風になっていて、画面側にこうめり込む形ではなくて、外側に膨らむ形になってます。結構ね、ここ持ちやすくなってたりするので、個人的にはこのデザインは好きかなというところです。はい。続きまして、こちらのキーボードですね。こちらのキーボードは、テンキーなしの日本語キーボードになってます。でこのようにですね、バックライトのキーボードも、使用することが可能になっているモデルです。いわゆるですね、レノボの一般的なテンキーなしキーボードというね、そういう感じのデザインになってます。ちなみにこれが ThinkBook 14のキーボードなんですけど、全くと言っていいぐらい同じなんですよね。はい。このキーボードなんですけど、この中央部分っていうのがだいたい18ミリ程度のキー間隔になっていて、で右の方に行くと、まあ、若干ですけど小さくなってます。この辺が16ミリぐらいのキー間隔になっていて、もしかすると初めて使う方はちょっと打ち損じたりすることがあるかもしれません。個人的にはこう特殊なキー配列がなくて結構使いやすいかなというふうには感じてます。で次、キーストロークですね。キーストロークはだいたい1ミリ程度になってます。打った感じはね、パチ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 っていう、ポコポコに近いかな。そんな感じ。感じのキータッチ音になってます。実際に打ち込んでみるとこんな感じです。キーボードのバックライトはファンクションスペースでオンオフ切り替え、さらにこのバックライトも2段階強弱っていうのを選択することができます。繰り返し押すことで、まあ、変更することが可能です。もう一つの方法がこのレノボの管理ソフト、レノボバンテージというソフト上でキーボードのバックライトをこんな感じでね、選択して変更することも可能になってます。使いやすい方を使っていただければ OK という感じです。あとこちらのレノボバンテージにおいてはインテリジェントキーボードということで、一番キーボードの上のこの列ですね、 F1 から始まるここのキーを何も押さない場合に F1 から F12 を認識するのか、特殊記号ですね、この音量の上げ下げとかにするのかっていうのを切り替えたりすることも可能になってます。
続きましてカメラとマイク関係ですね。カメラについてはこのディスプレイの上部にこの丸いところがあって、ここがカメラになってます。でここね、今オレンジ色に見えると思うんですけど、実はここねプライバシーシャッターがついていて、こうスライドすることでカメラを物理的に隠したりすることができます。ここね少しね取っ手がついてるんですけど、この出っ張りが少なくてね少し操作がしづらいんですが、こんな感じで隠したりすることができます。はい。で、こちらのカメラがですね、一応フル HD、1080p の動画が撮れるカメラになっています。さらにね、マイクも搭載されていて、アレマイクっていうのでしっかりね、音が撮れるマイクが搭載されているそうです。実際にこちらのカメラとマイクで撮影した様子がこちらでございます。はい。ということで、現在、ヨガ770のマイクとカメラで撮影してます。で、正面から一個だけ正面当てているんですが、どんな感じでしょうか？はい、いかがだったでしょうか。まあ、1080p ということで結構期待したんですけど、映像的には少し残念かなっていった感じです。ただマイクの方は比較的聞きやすくて良かったかなという、そんな印象でございました。ウェブ会議で使うぐらいだったらなんとかいけるかなっていうところですね。続きましてスピーカーですね。スピーカーはこのキーボードの左右2つと、あとは背面部分ですね。背面のフットレスト側、ここに2つ。スピーカーがついてます。この機種自体、まあ、映像音声にかなりこだわっているようで、なんとドルビーアトモス対応しているスピーカーが搭載されています。これ 2W×2 個のステレオスピーカーということで、仕様には書かれております。実際にスピーカーの音質確認したいと思います。まず YouTube を確認していきたいと思います。人の声なんかね、どんな感じかってところでご覧ください。こんな感じで音量を上げていきます。下撮りの動画とか出してきてるんですけど、まあそういうことをやってるうちに気がつけば2週間という、そんな感じでございます。はい。こんな感じで ね、結構、しっかりボリュームも出て、人の声も聞き取りやすいかなという、そんな印象です。次にね、著作権フリーの、いつも BGM に使ってる音楽の方流してみたいと思います。ボリュームが10ぐらいです。で、ここから上げていくと、これで30ですね。はい。これ今40ぐらいです。全然ね、音割れもしないし、かなり音としては綺麗なんじゃないかなと思います。どうでしょうか。いろいろこの機種だけでね、コンテンツ消費したりするのにも非常に向いてるんじゃないかなと思います。特にね、YouTube なんかは、まあ、映像も有機EL 搭載ということで、映像、音声ともに楽しめるかなという、そんな印象でございます。この音に関しては、先ほど紹介したレノボバンテージというね、レノボの管理ソフトの方で、オーディオの種類をこんな感じで選択することが可能になっています。シチュエーションに応じたやつを選択するっていう感じですね。で、またはですね、このようにドルビーアトモスの設定アプリもインストールされてますので、ここでね、ゲームだったり映画だったりっていうので、ご自分のカスタマイズしたりっていうのも細かくね、設定したりできるようになってますので、お好きな方でね、設定なんかも変えていただけるようになっております。次はね、このペンについてちょっと触れていきたいなと思います。こちらのペンはですね、先っぽがちょっとこう、くぼむような感じになっていて、これでクリックを認識するようになってます。で、サイドの方に2つボタンが設定されていて、これレノボのペン設定のアプリがありますので、それでね、それぞれのボタンに何を機能させるのかっていうのを設定することができます。ただし、アプリごとにどういう機能を持たせるかとかではなくて、OS 的に戻るとか、進むとか、そういうね、機能が搭載されるようになっています。こちらのペンシル自体は、ここをくるくるっと回すことで、電池交換をすることができます。で、これね、電池で動いてます。はい、こんな感じで、単4電池1本で稼働するようになっています。単4電池で動くことになるので、それなりにですね、実は重さがありまして、このペン、電池含めて、だいたい 14g ぐらいになってます。特に専用工具なども必要なくて、単純にこうやってくるくるっと回せば、電池交換も可能です。そしてね、実際に使ってみたいと思います。これ今、ペイントの画面を開いてるんですけど、まあ、普通にね、こんな感じで、文字とか、いろんなものを書くことができます。ちょっとね、カメラ越しにわかるかわからないんですけど、ここね、書いた時に入力されるのが若干遅延が出たりするっていう、そんな感じです。ただこんな感じで、水彩ブラシとかっていうのを選ぶと、こんな感じでですね、今どこにペンの先が落ちてるのかって、まあフローティングみたいな感じで表示することができます。なので、こう、狙ったところにしっかりね、書くことはできるかなっていう感じです。ペン自体も4096段階の筆圧に対応しているようで、こう、グッとした時とか、こう、細く書いた時とかで、
一応ですね、微妙に太さが変わったりっていうのもするそうです。で、今書いてて見てもらった通り、ここね、こう、スッと引くと、たまにね、色は出なかったりします。で、特にこう、早い動きをした時に、ね、今書けたり書けなかったりしてますけど、追従性がちょっとね、悪かったりするのがあるかなという、そんな印象です。例えばね、こう、仕事の資料なんかで、ここを、修正とかね。まあ、こういう指示を書くぐらいであれば十分使えるんですけど、iPad と Apple Pencil のようにスイスイ書くっていうところまではちょっとね、いかないかなという、そんな印象です。使えなくはないんだけど、もう一息かなって感じですね。イラストレーターさんとかが使うにはちょっと厳しいと思います。ただし、まあこれセットで付いてるんで、ね、めちゃめちゃ楽しいです。あ、そうそう。あとね、言い忘れたんですけど、これね、キュッと強く書くと、画面との摩擦がすごくてね、キュッっていう音がしたりします。なので、これ裸で使うとそんな感じなんで、ペーパーライクフィルムみたいな感じのやつをつけて、ちょっとこの書き心地なんかを変えるといいかもしれないですね。もうキュッって言っちゃうからね、これね。で、次、こちらのファン騒音についてですね。結構薄型の筐体なんで、稼働時の音なんか気にされる方も多いかなと思いますので、簡単に触れたいと思います。で、最初にね、もう結論言っちゃうと、結構こんな普通にインターネットをしたりとか、ツイッターぐらいの画面で高速スクロールするぐらいだと、全然ですね、ファンが気になるほど音は鳴らないです。こんな感じでね、こう耳元にパソコン近づけると、まあ鳴ってるかなみたいな感じのところはあるんですけど、ほぼほぼ気にならないぐらいの音です。今結構狭い部屋でやっててもそれぐらいの騒音レベルですね。ただしね、まあ今回この後紹介するベンチマークとか、まあ、いろいろ測定してるんですけど、電源を差し込んで高負荷時になった時には結構ね騒音値が大きくなります。まあ、特に今回測定した時の代表的な4ケースですね。まあずっとこう動画撮影してたんですけど、気になった代表的な部分だけ切り取るとこんな感じです。普通に稼働させておく分には、これね、めちゃくちゃ静かなんですけど、ある一定の負荷を過ぎるとね、急にボンと跳ね上がって、だいたい 40dB 以上に、騒音レベルが跳ね上がります。で、40dB ぐらいってそんなにね、気にならないパソコンもあるんですけど、このヨガ770は40超えてくるとね、結構耳障りな音に聞こえる方多いと思います。実際に、じゃあどれぐらいの音になってるのかって皆さんに聞いていただきたいと思います。こんな感じです、どうぞ。はい、どうでしたでしょうか。結構すごいでしょう。なんていうかこう徐々にね騒音レベル上がっていくっていうよりも、低いレベルで保たれてたやつが急にバーンと跳ね上がって、リミッター超えたんで40何デシベルのマックス値ぐらいまで跳ね上がるみたいな、そんな印象かなというところでした。まあ、普通に使う分にはね非常に静かに使えます。さっきのタブレットとかで絵を描いたりとかもそうだし、インターネット、あと YouTube なんか見るときにも全然ファンは回る気配はないですね。はい。そしたらここからはですね、このヨガ770のベンチマーク結果ですね、簡単に皆さんにお話ししたいと思います。大きくはストレージのベンチマーク、そして CPU のベンチマーク、GPU のベンチマーク、最後をゲーム系のベンチっていう形で回してます。改めてになりますけど、こちらの機種の主な仕様ですね、この辺に貼っておきますのでご確認ください。はい。まずはストレージです。ストレージの速度を測るためにクリスタルディスクマークのベンチマークを行ってます。搭載されている SSD は記憶視野の SSD だったようで、PCIの Gen 3ですね、のモデルが搭載されておりました。結果がこちらです。小容量と大容量とそれぞれ測ってるんですけど、両方とも、まあ、3GB 超えの高速な読み書きができているのかなという、そんな印象でございました。特にサーマルスロッテリングとかも起こってるような印象はなかったです。次、CPU ですね。CPU はシネベンチ R23 を使って測定してます。ちなみにこちらの CPU、Ryzen 7 6800U は8コア16スレッドで TDP が 15W から 28W っていう形で表示されているモデルになります。まずシングルの方は1500を超える数字、マルチの方になると11000を超えるスコアが測定されました。これがどれぐらいなのかっていうお話もちょっとあろうかなと思ったので、実際に僕の方でレビューをさせていただいた機種について一緒に、ね、測定結果をまとめたものがこちらになります。今回こちらの CPU が Zen 3 Plus の CPU になっていて、この ThinkBook ですね、 ThinkBook 14、これが1世代前 Ryzen の5000番台の Zen 3世代
が搭載されているモデルになります。まあこれとこれで、まあしっかりスペックアップしてるっていうのも分かっていただけるかなという、そんな感じでございます。先日購入したレギオンね、あれはインテルの12世代搭載で、やっぱりね、あれだけものすごく性能がバーンと飛び出てるような、そんな感じです。ただ、それと比較するのはちょっとあれなんですけど、CPU 性能としては必要十分以上なスコアが出てるんじゃないかなという、そんな印象でございます。はい。そして GPU の方ですね。GPU は CPU 内蔵のRadeon 680M が搭載されています。こちらが今回僕がめちゃめちゃ興味があった内容になるんですけど、Geekbench 5っていうね、ソフトを使って、OpenCL、まあ、いろんな OS 間で測れる、そのベンチマークソフトを使って、測った結果がこちらになります。スコアが3万2000を超えてきました。あ、これどれぐらいかということで、過去にレビューした機械と比較するとこんな感じです。これもね、GeForce の3060搭載した Radeon と比較すると、やっぱり性能はかなり下がるんですけど、皆さんに注目していただきたいのは、僕が少し前までメイン機で使ってた PlayStage 15っていうモデルですね。まあ、インテル10世代のモデルにはなるんですけど、GeForce GTX 1650搭載してたモデルがあって、それがだいたい4万ぐらいのスコアになってます。なので、それと比較しても、ちょい低いぐらいのスコアがね、内蔵 GPU で出ちゃってるんですよ。これはね、正直ちょっと驚きました。ここまで出ると、おそらく、まあ、軽めのゲームなんかも、普通にこれ1台でできるし、もしかすると動画編集なんかもできるんじゃないか、みたいなね、期待を抱かしてくれるようなスコアになってます。はい。そしたら続きまして、ゲーム系ベンチですね。僕、あんまりゲームしないんですけど、皆さんちょっと参考になればと思って測定してます。今回ね、比較的軽めのゲームとしてドラクエベンチ、そして 3D グラフィックスちょっと多めのものとして、FF ベンチですね。この2つを回してます。それぞれの結果がこちらになります。で、軽めのゲームのドラクエベンチの方はすごく快適という結果が出ていて、FF ベンチの方は、まあ普通ということで、ちょっとね、解像度とか調整すればできるぐらいというのが分かりました。ということでですね、まあ内蔵 GPU なんだけど、ゲーム系もそこそこ動くよというね、そんな結果になっております。はい。ということで、一番最後、僕が一番関心が高い動画編集性能について、ちょっとだけ検証してみましたのでお話しさせてください。今までね、こちら。以前に紹介した ThinkBook 14ですね。これが Zen 3世代 Ryzen 5の 5600U というのが搭載されていて、これもね、結構 CPU 性能とか内蔵 GPU 性能としては結構高めっていう風に言われてました。ただ、普段僕が使ってるダヴィンチリゾルブというね、ソフトだと、ちょっとソフトの相性とかの問題もあって、うまく書き出せないことが多かったんですね。ただ、ここ最近 Ryzen の 6800U シリーズだと、ダヴィンチでもね、普通に動画編集はできるよなんていう書き込み、レビューがちょっとちらほら見られてきたので、今回実際どうなのかっていうのを試してみました。ちょっとね、AMD 系はダヴィンチリゾルブとあんまり最適化されてないっていうのも言われてるんですけど、まあ僕が普段使ってるものがどこまで使えるのかっていうことで試してます。実際に、では動画編集どうなのかっていうことなんですけど、結論言うと、できました。Ryzen 5 5600U でダメだったプロジェクトが、全く同じプロジェクトね。こちらの Yoga 770だと書き出しすることができました。なので、やっぱりですね、今回のこの APU、CPU 内蔵の GPU 含めて、パソコン性能的にはかなり動画編集とかにも耐えられるぐらい性能アップがしてるということが分かりましたね。これがね、実際にこのパソコンで書き出しをしてみたプロジェクトになります。フル HD で 30fps のプロジェクトになります。こんな感じですね、倍速再生とかも全然普通にできるし、なんかね、止まって進んでというね、こういうものもすごく快適に、びっくりするぐらい普通に操作ができました。で、ちょっと別プロジェクトになるんですけど、こちらのプロジェクトもテストで書き出しをしてみたところ、10分弱のプロジェクトを6分弱で書き出すことができました。これ少し前までメインで使ってた1650搭載のクリエイターノートパソコンプレステージ15よりも 1.1 倍高速に書き出すことができておりました。はい。これ結構驚きでしたね。このプロジェクトは書き出しができるんだけど、このね、15分ぐらいですね、15分ちょっとあるプロジェクトは実はね、ちょっとね、最後まで書き出しができずに途中で失敗するっていうのを繰り返してます。なので、動画編集自体はできなくはないんだけど、ある程度このテロップとかが増えたりとか、この動画の尺が長くなったりすると、取り扱えなくなるデータ、プロジェクトっていうのが増えてくるのかなという、そんな感じでございました。なので比較的簡単なテロップ少なめの、グラフィックス系の少なめの動画編集をする方であれば、こちらのパソコン1台で、まあいろいろ使えるんじゃないかなという、そんな印象を受けております。
はい。ということで本日の動画はメーカーさんからお借りしたこちらのヨーガ770について実際に使ってみた感想と、あと気がついた点なんかについてお話しさせていただきました。全体的に非常に小型なんですけど、パワフルで、有機EL ディスプレイ搭載など、あとね、こんな感じのぐるっと回してタブレットモードにしたり、テントモードにしたりとかね、まあ、いろんなことができる、まあ、面白い機種かなという、そんな印象を持ちました。ということで簡単になりますけど、良かった点とちょっと気になった点ということでまとめておきたいと思います。まず良かった点についてです。良かった点は非常にコンパクトであるということと、あとデザイン的にね、ビジネスでもプライベートユースでも両方使えるかなというところですね。で、先ほども言いましたけど、これ1台でタブレットにもなる、ノートパソコンにもなるなんていうことで、まあ、1台でいろんなものを兼ね備えられているっていうのもいい点かなと思いました。有機EL ディスプレイ搭載ということで、やっぱりね、映像関係すごく品質が高いものが楽しめるっていうことで、まあ、それも良かった点かなと思います。全体的通して、映像もいい、音声もいいってことなんで、コンテンツ消費型のデバイスとしてめちゃめちゃいいかなという、そんな印象でございます。はい。そして次、気になった点ですね。気になった点は、高負荷時の時の騒音が思った以上にうるさいっていう時ですね。平常時全然静かなのに、高負荷かけた瞬間にめちゃくちゃうるさくなるので、まあ、狭い部屋で使う方はちょっと注意が必要かなというところです。あとは、こちらのペンです。はい。これね、もう一歩って言ったんですけど、こう付属してくるペンとしては、もう少しこちらのペンの使い勝手が上がってると良かったなという、そんな印象を持ちました。これもちょっと気になった点です。はい。そして最後はね、これの価格ですね。価格、まあ、いろいろ有機EL ディスプレイついたりとか、タッチディスプレイがついたりとかしてるんですけど、この動画撮影時点で販売価格が16万円ぐらいからということで、わりかしね、同じようなスペックで見ると、ちょっと高めかなという、そんな印象があります。なので、この辺の価格もね、もうちょっと調整されて安くなるといいのになぁ、なんていうのも、ちょっと気になった点の一つでございました。逆に言い換えると、この、有機EL ディスプレイとか、あとタッチパネル操作ができるとか、その辺に魅力を感じる方は、まあぜひともね、こちらの機種選んでいただいてもいいんじゃないかと思います。はい。ということで実際に僕が、まあ実際に触ってみて、気になったこととかについてちょっと長々になってしまいましたけど、お話しさせていただきました。これからね、パソコンの購入を検討される方の、まあ、参考な情報になれば嬉しいかなというところでございます。ということで、本日の動画以上にしたいと思います。ちょっとでも役に立ったよという方はぜひグッドボタン、あとチャンネル登録もしていただきますと励みになりますのでよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。トンキチでございました。バイバイ。